錦鯉の長谷川雅紀です。長谷川です。お願いします。はい、本日はですね、占い基礎講座その61でございます。はい、ここのところずっと方位の話をね、はい、やっています。先週は北っていうのは実は2種類あるんだよと、うん、まあ、磁石の針の刺す北と、それからその地球の、まあ、地図上の北ですよね、これ実は微妙に違うんだよと、はい、で占いはその両方にそれぞれ対して新北を使うタイプの占いと、うん、地北をタイプ使うタイプの占いがあると、でそれは寄ってきたるゆえんが違うから、うん、その運を良くするとか悪くする時の方法論がまたそれによって違ってくると、はい、まあ、そんな話をね、前回やりました。北が2種類あるというのもびっくりでしたけどね、うん、そうなんですよ、うん、で、今日はね、はい、それの使い方という話なんですけれども、まあ、方位を使うっていう言い方をねよく占いでするんですよ、うん、で普通でも方位使うってなんだってことになるわけですよ。なかなかね、日常で我々は使わないことがあります。方位を使う、使うっていうのは、うん、大きくまたこれ2つに分けて考えた方がよくて、はい、まあ、静と動ですね、まあ、静かと動くと、うん、で動くっていう方は分かりやすいですけど、うん、例えばお引っ越しするのに、南行った方がいいんですか東行った方がいいんですかみたいな話があるじゃないですか、はいはい、なるほど。でああいうのが自分が実際に動くと移動するよというその動の方位学ってあるわけですよ、で大きくはまあ引っ越しだし、小さければその旅行を行ってきた方だみたいな話がありますよね、うん、なるほどね。でそれとは別にもう一つ今度は性の方位学ということで、自分の体の動かないタイプの方位っていうのがあると、うん、でこれは言ってみれば物の配置みたいなお話なんですけれども、うん、例えば家の中であればですね、はい、まあ、これからお家を作る方であれば、うん、例えばトイレどっちに置いたらいいんですかとか、うん、玄関そもそもどっち向きにどこつけたらいいんですか、うん、あるいは自分の部屋はそのね家のどっち側につけた方がいいんですかと、うん、こういうですねそのまあ間取りというかですね、はい、こういうのももちろん方位っていう考え方になるわけですよね。うん、でこれはこれでまた、聞いてくるわけだと。はい、で、動く方の方位学は結構まあ面倒っちゃ面倒じゃないですか。特に目的もないのに、うん、裏運を良くするためだって言って旅行するのって割と手間暇かかります。まあそうですね。うん、だけどメリットとしてはね、自分一人だけでいいわけなんですよ。自分に合ういい方向であれば、別に家族とか同居人の誰の迷惑にもならないわけですよね、うん、ほうほうほう、その動く人にだけ聞くわけだから、うん、だけど性の方位学でじゃあそのうちの中の間取りでね、うん、ここにタンス置くと良くないからこのタンス動かしましょうかみたいなのをやったとして、はい、それってその一つ屋根の下に住んでる人間全部に影響するわけなんですよ。なるほどね。だからもしかしたら私にはいいけど、うん、私の家族には良くないっていう風なこともあり得るわけですよね。だから複数人が同居するとなかなかその調整って難しいわけなんですよ。あ、じゃあまあ銅の方がいいってことですよね。個人ユースとしては銅の方がやりやすいと。ただ、はい、一人一人がね、そんなその家族が例えば5人いるのに、5人がみんなバラバラに旅行して帰るんじゃ大変だから、うん、だったら家元調整してみんなの運を底上げしましょうよっていう方が、うん、そっちは楽じゃないですか、うん。あー、そっか、 それがうまいこと行けばあっちを行ったんなんですよ。だからね、だからまあ旅行で開運っていうのは確かにあることだけれども、はい、だからといって一生の間ねずっとなんかあるたびに「はあ旅行だ旅行だ」って言ってるのってのもなんかそれどうなのよって気がしますよね。まあそうですね。いや、時間もお金もかかる話ですから。それはやっぱり究極の理想は何もしないでドンと構えて運が良くなってくれりゃ一番いいわけであって、うん、確かにその模様替え一つでね、運開運どうのって言ったらそっちの方がまあやっぱり楽っちゃ楽というかっては思いますけどね。そうですね、うん、まあこれもでも時間の問題とかまたあってね、はい、いっぺんやったから未来永劫いいかっていうと、うん、やっぱり効果20年単位で変わりますよとかってあったりしますのでね。そんな都合いいくはないわけですね。なかなか難しいわけですよね。まあでもとりあえず今日はそういうふうに方位には静と動の使い方があるよっていうお話です。はあ、はあ、はい、また明日に明日したいと思いますので、はい、ありがとうございます。また明日も見てください。